能戸半島地震は2007年3月25日9時41分58秒に石川県輪島市西南西沖 40km の日本海で発生したマグニチュード6.9の地震。地震空白域とされる地域で発生した。気象庁はこの地震を平成19年能戸半島地震と命名した。以下、時刻はすべて JST で表記する。穴水町。 和島市、七尾市で最大震度6強を観測し、石川県、富山県、新潟県で震度5弱以上の揺れを観測した。計測震度の最大地点は和島市門前町で震度7に近い計測震度6.4を観測した。石川県内で震度6を観測したのは観測開始以来初であり、1922年から2019年、現在まで、 県内で震度6以上を記録した唯一の地震である。富山県で震度5を観測したのは1930年の大正寺地震以来77年ぶり観測史上2回目。国土地理院の GPS の観測で震源となった断層が右横ずれ成分を含む逆断層で海底から 陸地の一部にまたがる1 4トルほどの従来知られていなかった断層帯と判明した。海上保安庁と産業技術総合研究所は地震発生後の海底音波探査によりこの地震で動いたとみられる長さ1 8トル以上の活断層を発見した。各地の震度震度4以上の揺れを観測した観測点は以下の通り。北は 北海道山越郡おしゃまん部町、西は広島県広島市中区、南は高知県秋郡那覇町で震度1を観測するなど、北海道から中国地方、四国地方にかけて震度1以上の揺れを観測した。本震の後、余震が長く続き、有感地震は500回以上観測された。3月25日18時11分45秒に、 和島市と穴水町で震度5弱を観測する M5.3 の最大余震が発生。また、3月26日14時46分35秒に、滋賀町で震度5弱を観測する M4.8 の余震。3月28日8時8分15秒に、和島市で震度5弱を観測する M4.9 の余震。 2008年1月26日4時33分頃に和島市で震度5弱を観測する M4.8 の余震が発生した。以上の4余震で最大震度5弱を観測した。また、最大余震は2020年3月13日に和島市で震度5強を観測する M5.4 の余震があった。気象庁はこの地震を受け、 石川県の都沿岸と石川県加賀沿岸に津波注意報を発表した。地震発生から約1時間強10時を少し過ぎた頃に、鈴洲市と金沢港で約20センチメートルの津波を観測した。11時30分頃に津波注意報は全面解除された。石川県和島市で倒れてきた石道路で頭を強打した女性が死亡したほか、石川県、 富山県を中心に負傷者が356人出た。震源を中心に、家屋倒壊、道路崩落や、電気、ガス、水道などのライフラインの寸断が発生し、震源地に近い沿岸部や富山県の氷見漁港などでも液状化現象が発生した。地震によって、エレベーターが緊急停止し、エレベーター内に人が閉じ込められる事故も相次いで発生した。 別所竹サービスエリアにある、野戸有料道路の被災、復旧状況を示した、看板地震直後の別所竹サービスエリアの状況、JR 西日本金沢支社管内のうち、小浜線を除く、全路線がストップし、北陸本線で終日、運転が見合わされた。七尾線は、翌26日に、始発から営業再開した。野戸鉄道では、 25カ所の敷石の隆起と沈降が見つかり、復旧工事が施された。北陸地方のその他の施設、第3セクター鉄道も地震発生直後に運転を見合わせたが、安全が確認された路線から順次再開した。能登空港は滑走路に22カ所の亀裂が見つかって、閉鎖された。25日から緊急補修工事が行われ、26日の未明に復旧した。 のと有料道路の徳田大津インターチェンジ穴水、インターチェンジ間で数箇所の道路崩落が生じ、乗用車などが一時的に取り残された。当初完全復旧には1年以上かかると言われて、いたが翌月4月27日の崩落箇所に迂回路を仮設するなどによる暫定開通を経て、地震発生からおよそ8ヶ月後の11月30日に全線の復旧工事が完了した。 その他、戦没者の遺霊碑が土台から外れて割れるなど、様々な被害も確認されている。防災科学技術研究所などによると、この地震の本震の地震波に長周期パルス波が含まれていることが分かった。こうした地震動を受けると、まず、周期1秒以下の振動によって、建物に亀裂が入るなどして、建物の固有周期が長周期化し、その後、 周期1から2秒の振動によって大きな被害につながると考えられており、キラーパルスと呼ばれている。これは、阪神、淡路大震災やノースリッチ地震においても被害をもたらしたと考えられている。この地震では、建物などに脅威となる周期成分が多く含まれた地震波が震源から放出され、それが中石低地などの軟弱地盤で増幅されたことで、 多くの家屋被害につながったと考えられている。政府調査団を乗せて、輪島に向かう陸上自衛隊の CH-47 輸送ヘリ25日9時45分に、総理大臣官邸の内閣危機管理センターに、石川県の都を中心とする地震に関する官邸対策室を設置し、緊急参集チームが招集された。25日から26日にかけては、 防災担当大臣の溝で県政を団長とする政府調査団が現地に派遣された。25日10時45分に災害対策本部委員等連絡会議を開催。同日12時30分、県庁に石川県災害対策本部、奥野都総合事務所に現地災害対策本部を設置した。また、同日10時15分に緊急消防援助隊の 応援要請を行い、消防庁長官から、富山県、福井県、東京都、京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県の各都府県に対して出動要請が行われた。なお、26日10時42分に派遣解除要請が行われ、同日11時55分に解体、引き上げが開始された。防衛省では、25日9時45分に防衛省、 災害対策室を設置した。同日11時8分に、石川県知事の谷本正則から、陸上自衛隊金沢中屯地中屯地指令に、対して災害派遣要請が行われた。陸上自衛隊からは、第14普通科連隊、第372施設隊、第382施設隊、第10偵察隊、第10施設大隊,隊、第33普通科連隊、 第10科学防護隊、第10戦車大隊、第10広報支援連隊の部隊が派遣されている。航空自衛隊からは、第23警戒軍、第9移動警戒隊の部隊が派遣されている。また、災害派遣要請が行われる以前から、自衛隊法第83条2項に基づく自主派遣を行い、陸、海、空の各自衛隊が偵察ヘリなどを飛ばして、 情報収集活動を行った。この地震が発生した能登半島周辺は北アメリカプレートとの境界に近いユーラシアプレートの内部にあたる地域である。能登半島は浅瀬に堆積した地層が南東から押されて隆起し生まれたと考えられており、この地域には多くの終局地形があるとともにいくつかの逆断層も発見されている。また陸地側は 横ずれ断層が見られ、国土地理院の観測で横ずれ移動も観測した。今回の地震は、その断層のうちの一つが活動したと見られている。能登半島周辺では、1993年2月7日にも能登半島沖地震が発生している。1990年代後半から西日本で M6 を超える大きな地震が増えているという調査結果があり、 専門家の意見の中には、西日本全体が地震活動期に入っており、今回の地震もその一つだったのではないかというものもある。NHK 総合テレビ、ラジオ第一放送では、日曜討論の放送中、番組に出演していた町村信孝のインタビュー中に津波注意報が発表。その後、NHK 全波で地震津波関連のニュースに切り替え、 ニュースセンターから星野豊アナウンサーが地震と津波の一報を伝えた。地震後、NHK 金沢放送局では、石川県内のローカルニュースの中で、生活関連情報を伝える体制が実施された。富士テレビ系列、テレビ、東京系列を除く民放各局は、おおむね津波注意報が解除される11時台まで、通常の番組を中断、休止し、 報道特別番組を放送。なお、富士テレビ系列では、笑っていいとも、増刊号を放送しながら、L 字画面で地震関連情報を挟む形で放送。途中、通常放送を中断しながら地震情報を伝えた。その他の地震に関連した主な動きは次の通り。FM 石川では11時から14時まで地震関連の特別番組を放送。この間、 通常の番組を休止しただけでなく、特別番組放送中は CM を一切放送しなかった。ABCD 震度データベース検索。ABC 震度が課題に観測され、実際は6弱だった可能性がある。震度、K、26地点で、運用停止難弱地盤で課題観測。毎日新聞。h t t p 毎日 j p セレクト、ウェザニズ、ニュース。 2010万3 3 1 k 0 0 0ル0 4 0 0 7 3 0 0 0 c h t m l 2 0 1 0年3月30日、閲覧。日本付近で発生した主な被害地震気象庁、2017年7月29日、閲覧。ABCDE 平成19年のと、半島地震消防庁、2009年1月13日。 h t t p s w w w d a t a j m a g o j p s v d e q d b d a t a 震度 i n d e x e ト p h p 石川県の都半島沖を震源とする。地震に伴う、近く変動国土地理院の都半島地震の震源域で長さ 18km 以上の活断層と一部で、 海底に達する変動を確認三層圏。プレスリリース2007年7月30日地震と地震災害消防防災博物館被害が大きかった門前町では行政であらかじめ高齢者マップを作成し高齢者一人暮らし世帯を把握。地震発生4時間以内に全員救助。カッコ内は被害ピーク時の推計。 なお、日曜討論は総合テレビでは25日午後に NHK 衛星、第2テレビでは26日未明にそれぞれとって、出し形式によるやり直し放送を実施した。ありがとうございます。